ちは、ケンジェルです。今回は今月というわけではありませんが、今まで何回か私の大好きな2つのカードデッキがありますが、たくさん今アセンションのために、地球を癒すためにたくさんのヒーリングが必要なマザーアース、ソウルたちのために働いてくれているドラゴンたち、高次元のドラゴンたちです。闇のドラゴンたちもいます。高次元のドラゴンたち、そしてユニコーンたちが今たくさんのソウルたちを救済してくれていて、ガイドしてくれていて、そして手伝って、アセンションを手伝ってくれています。そんなドラゴンたちとユニコーンのカードを1枚ずつアセンションに向けて、あなたへのメッセージ、あなたのスピリットを、波動をぐーんと上げてくれる、あなたに愛のダウンロードを与えてくれるユニコーンとドラゴンのカードを1枚ずつ引いてみたいと思います。これはユニコーン、ユニコーンが先です。白雪姫のようなジョージア州のクリスタルクォーツ。もしクリスタル、あなたが詳しければ、きっとアゼッチュライト、アゼッツライトという、ノースカロライナやバーモント州、もちろんアゼッツライトは世界中に実はありますが、このホワイト、スノーホワイトのようなクォーツクリスタル、アゼッチュライト、これはジョージアのアゼッツライトです。アセンションクリスタル、アセンションストーンです。メッセージがたくさん包含されている、意識を持つ、すべての天然石は意識を持っています。生きています。サードアイを開いてくれる、クラウンとハートをつなげてくれる、私たちにスピリットの部分である私たちを目覚めさせてくれるクリスタル、そのクリスタルのエッセンスをこのカード、ユニコーンとドラゴンのエナジーにブレンドさせて、あなたへのメッセージです。エクスパンションというカードが出ています。あなたの翼を広げてください。あなたの翼を、あなたには翼があります。あなたの翼を広げる時がやってきました。もう何も恐れずに、空高く飛んでください。飛躍してください。あなたの魂も美しいエッセンス、あなたの個性、あなたの光をもっともっと拡大させて羽ばたいてください。あなた自身の光を惜しみなくみんなにもシェアしてください。あなたのビジョンを、あなたのメッセージを、あなたの情熱を世界とシェアしてください。あなたの光を輝かす時がついにやってきました。全世界に、ユニバースに、
球全体、宇宙全体、あなたという光を惜しみなく照らし、あなたが誰であるか、あなたが何であるかを見せてあげてください。もうあなたの光は消されることはありません。もう叩かれることはありません。仮にまだこの三次元の世界であなたが輝こうとすると、あなたが高く高く飛躍しようとすると、飛ぼうとすると、それをあなたの光を遮ってしまうような力が働いても、そんな力は必ず自分自身にとってマイナスになるので、そのような反対の力を出してしまうような存在たちは、それにやがて気がついて、自分もそれではいけない、あなたに見習って自分もユニークな個性的な光を消そうとするのではなく、私の光を一緒に輝かせていこうと、あなたの光を見て、あなたの姿を見て、あなたの美しさを見て、やがて反対フォースも闇と言われる力も光に変換されるか、もしくは神の源に戻されて帰っていきます。だからもう何も恐れることなく、心配することなく、あなたが誰であるか、あなたが何であるか、あなたには何色の光が今一番強く輝き出しているか、それを宇宙全体に堂々とシェアしてください。あなたのボイスを届けてください。あなたの歌声を、あなたの音楽を聴かせてください。奏でてください。あなた自身を表現してください。あなた自身です。誰の真似する必要も、誰に習う必要もありません。あなたは誰ですか？あなたは何色ですか？あなたは何ですか？愛を持って競争するのではなく、エゴの自慢をするのではなく、自由にあなたのソウルのレベルであなたを惜しみなく披露して、披露です、分かち合って言ってください、分け与えて言ってください。あなたの才能、技能、あなたの愛、あなたの奉仕、あなたのウィズダム、知恵を惜しみなく分け与えて言ってください。あなたの魂は拡大されています。どんどんと大きくなっていきます。限界を破って、もう限界は存在していません。あなたは限界を打ち破ったのです。限界と思って、リミテーション、限界と思っていたものは他の誰でもない、何者でもない、あなた自身が、あなたの意識があなたにリミテーション、あなたにブロックを、あなたの頭のてっぺんに壁を設けてきたのです。それをあなた自身が、あなたのハイヤーセルフが取り除いたのです。ドラゴン、サンシャインイエロードラゴン helps you to help animals いきなりアニマルがリアクトしてましたね。
サンシャインドラゴン。He をリスペクト and understand them. Serve animal. サンシャインイエロードラゴンが今落とされました。ドラゴンさん、あのね、これね、あの動物って書いてありますけど、で絵もすごい可愛い。イエロードラゴン、太陽の光、太陽のドラゴン、太陽から生まれたグレートセントラルさんから降りてきたイエロードラゴン、ゴールデンオーラを持つイエロードラゴンの翼の上には小鳥たちが休んでいて、そしてドラゴンの横に、すぐ横には可愛いバンビちゃん、鹿が休んでいる。一緒に同じ方向を見て同じポーズをとって座っている姿が見えます。動物たちをサーブしてください。そして今たくさんの動物たちもあなたと一緒に、マザーアースと一緒に癒されています。そしてこれはメッセージ、今私のところに降りてきたメッセージ、これがねキーなんです。アセンションはもう免れない。アセンションはもう黙っていてもアセンションタイムラインに乗っている私たちは、あなたはアセンションします。でもそのアセンションのこの道はいくつにも分かれていて、一つだけが道、一つだけが 5D アースに行く道ではないんですね。いろんな道があって、エンディング、例えば地球も最後のエンディング、もうすごいグランドフィナーレを迎えていますよね。地球上、この3次元の地球、グランドフィナーレを迎えている地球も、このフィナーレがどんな形のフィナーレになるかっていうのはまだ石に書かれた、しっかりと石に書かれたものはないんですね。私たちが集合のレベルで大きな一つのビーイング、存在となって、私たちがこれから石に刻みつけていくんです。それはあなたにも、あなたも大切な役割を担っていて、私も大切な役割を担っていて、みんなが、人類みんなが一人一人それぞれが大切な役割を担っているんです。そして私たち人類だけではなく、動物たちも、野生の動物たちも、空に飛んでいる小鳥たちも、このようにドメスティックでお家の中でゆっくりとね、お昼寝しているペットたちも、それぞれが大切な役割を担っているんです。そうでしょそしてこれ今ね、マザーアース、動物たち、自然、動物だ、これは動物だけではなく自然もそうなんです。ウォーター、トリーズ、木や、フラワーたち、お水、山に行く、海に行く、自然に触れることによってみんな生きている意識を持っているんです。そしてマザーアースにももちろん意識があって、ちゃんとマザーアースも感じるんです。でそんなマザーアースを一生懸命一つとなって守ってくれていたのが、野生の動物たち、空に飛ぶ小鳥たちであり、私たちが彼らと通信しよう、彼らとつながって、そして彼らに感謝を送る、愛を送る、ヒーリングのエネルギーを送る、彼らをリスペクトすること、彼らを理解しようと努める、彼らと意識をこうやって沿わせようとすることによって、私たちも一緒にヒーリング、一緒に癒しを受け取ることができるんです。そして今それがとても大切なことで、私たちが本当にアセンションを持って、何をしなくても何をしていてもアセンションはしますと先ほども言いましたが、いち早く 5D の意識に、私たちが、もしあなたが沿わせたかったら、自分の意識を沿わせたかったら、いち早く愛の領域、感謝に包まれたかったら、愛に包まれたかったら、そして体の痛みやいろんな不調がある場合、心の痛みがまだ残っている、不安がある場合、恐れに包まれてしまっているような場合は、一番のヒーリングっていうのは自然とつながること、動物たちとつながること、そして感謝を送ることなんです。テレビを見ること、ネットフリックスを見ること、 YouTube を見ることじゃないんですね。本当に目覚めるためには、大切な目覚め、
霊的な目覚めっていうのは真実を、これもまた次回のお話でゆっくりしたいと思いますが、真実で、真実を知って、知った上でもう目隠しをしている、耳を塞いでいるではなくて、真実、辛くても悲しくても恐ろしくても、今までどんなこと、私たちはどんな環境の中にいたのか、三次元のこのマトリックスのシステムとはどんなものだったのだろうかって知ること、事実を知ること、私たちの兄弟姉妹、ソウルファミリーたちがどんな目に遭ってきたっていうことを知ることは、目覚めにはとても欠かせない大切なことです。でも目覚めた後に私たちはそれらの悲しみや恐れ、後悔や怒りを癒していかなければいけないんです。リリースして、その怒りや悲しみを愛と許しに変換していかなければいけないんです。行かなければいけないんです。本当に私たちは自分たちも自らの感情も癒していかなければいけない。そして傷ついてきた動物たちや子供たちや、ディバインフェミニン、地球も一緒に私たちは癒していかなければいけない。そしてヒーリングに一番大切なのは、お互いにマザーアース、そしてマザーアースを守っている自然の精霊たち、フェアリーたち、動物たち、水、風、土、エア、それらに触れていくことなんです。パソコンの前、タブレットの前、スマホの前にいる時間をできるだけ今減らして、疲れた時、ストレスが溜まった時、悲しくなった時、不安になった時は、どんどんに、都会に住んでいてもいいから、土がある、少しでも土があるところ、観葉植物の土に両手を置くことでもいい。お花を買ってきて、お花屋さんで切り花を買ってきて、そのお花の香りをこうやって楽しむことでもいい。太陽の朝、太陽が出て間もなくの白いホワイトライトを放っている太陽とコミュニケーションを取ること、太陽に感謝すること、少し公園で座ってお尻をぺったりくっつけて、土の上にくっつけて、できたら靴を脱いで、両足も体育座りなんかをして、マザーアースとつながること、一緒に癒されています。いつも私を支えてくれていてありがとう。今すごい時にあなたと一緒にこうやって感じることができることに感謝します。このそよ風を、この水の音を、この海の中にいる生命たち、ソウルたち、この風の音を一緒に聞いている森の精霊スピリットたち、動物たち、一緒に耳を澄ましてみましょう。私のハートとあなたのハートをつなげませんか？しっかりとつながっています。私は海の意識とつながります。この小川のせせらぎ、この水の音、私はこの水の意識とつながります。一つになります。小鳥のさえずりが聞こえます。この私が今聞いている小鳥たち、あなたのソウルと意識を一つにします。一緒に存在してくれていてありがとう。
謝と、そして愛を、ヒーリングのエネルギーを一緒に交換し合う、送ってあげることによって、あなたはものすごいスピードで波動を上げられ、波動が上がり、いち早く 5D の新地球の意識に到達することができるようになっていきます。これからも真実を知った、目覚めたあなた、目覚めゆくあなた、覚醒しているあなた、これからは悲しみや怒り、不安や恐れのエネルギーをどれだけ早くシフトさせていけるか、トランスミュートさせていけるか、期待、喜び、感謝、愛、ファンタジーのストーリーを描く時間を、自然の声を聞きながら、そんな時間を増やしていくようにしてください。レインボーオーラに包まれ、サンシャインドラゴンに抱かれ、あなたの不安や恐れ、悲しみは徐々に光に変換されていきます。そしてあなたのアセンションは